はい、ということで皆さんおはようございます。パクセイレンでございます。本日やってきておりますのは東京23区のその中と外の境目に位置しております東京都西東京市西部池袋線保谷駅で、この保谷駅でですね、今ちょっと朝を迎えているわけなんですが、ただいまの時刻は午前4時12分です。夕方4時12分ではありません。午前4時12分です。いやー、この時期はね、ちょうど夏至が近いということで、日照時間が長いからね、午前4時台でもこういう風に外が明るくなっているわけなんですが、今日はですね、ここからとある電車に乗っていきたいと思います。で、その電車というのがですね、この動画のタイトルにもある通り、私鉄で日本一早い初電ということで、まあ、過去にね、うちのチャンネルでは、桜木町駅を午前4時18分に出発する日本一早い初電というのをご紹介しましたけれども、あれは日本全体の初電の話でして、JR を除いた初電で言うと、実はこの西武池袋線保谷駅を出発する電車が日本一早い初電ということになっています。東の空がもうオレンジ色になりかけていますね。いや、早いな。まだ4時半にもなっていないんですが、もうすでにこの時間帯で空が明るくなり始めています。本日はあいにくこのような雲一つしかない素晴らしい天気ですから、すがすがしい朝という感じではないですが、しかしこれで本当に雲一つない素晴らしい天気であれば、もうこの4時台ですでにすがすがしい朝を感じ取ることができるはずです。そしてまだね、僕が駅に到着した時点ではシャッターすら開いていなかったんですけれども、4時15分頃にこの駅のシャッターが開きまして、シャッター前で待機していた僕と同じように始発に乗るお客さんたちがどんどんこの駅の構内へと吸い込まれていきます。ということで保谷駅の改札にやってきました。僕は実は保谷駅を利用するのは今回が初めてなんですが、そんな保谷駅から乗車していく日本の私鉄で最も早い初電というのがこちらですね。3番線から4時25分発練馬池袋新木場渋谷横浜方面各駅停車池袋行き4時25分発です。JR で一番早い初電が4時18分桜木町発の京浜東北で岐阜線大宮行きなので、それから7分遅れての出発ということになります。さあ、改札を抜けてホームに降りてきました。練馬池袋新木場渋谷横浜、もういろんな方面がこういう風にずらっと羅列して書いてありますけど、まあこの西武池袋線は地下鉄有楽町線と地下鉄副都心線、さらに副都心線を経由して東急豊子線や港未来線とも直通運転を行っているので、こういう風にかなり広い範囲へ直通できますよということが発車表や駅の案内看板でもって伝えられているわけです。今時刻が4時17分ぐらいかな。多分今頃桜木町駅では線路は続くよどこまでもハッシュメロディーが鳴って、2番線ドアが閉まりますとか言ってるんじゃないかなと思いますが、ちょうどですね、時刻4時18分になりました。この瞬間、日本一早い初電京浜東北根岸線の桜木町発大宮行きの電車が桜木町駅を出発しているはずです。保谷駅の所沢寄りには電車を数本置いておくことができるスペースが設けられていますが、ただこれは電車を整備するための検査するための場所ではないので、車両基地ではなく留置線という扱いになっています。さあ、やってきました。前面にフルカラー LED で確定池袋の文字を輝かせながらやってきたこちらの電車が、日本で一番早い私鉄の初電保谷4時25分発各駅停車池袋駅です。2006年だか7年だかすいません、ちょっと僕も正確な年は忘れてしまったんですが、それぐらいに登場した西武三万系スマイルトレイン。地下鉄に直通することはできないものの、西武新宿線及び西武池袋線系統のかなり広い範囲で活躍している電車です。ホーム上すでにかなりのお客さんが待っています。まだ4時台なんですけどね、4時半にもなっていないのに、もうこんなにお客さんが乗るのか、この西東京市、それから東京都練馬区、西武の需要の大きさというのがよくわかります。そしてホームに着くとすぐにドアが開き、お客さんは車内へ。おそらくホームに据え付けられる段階で、運転手さんはもちろん車掌さんももう乗り込んでいて、ホームに着いた瞬間にドアを開けられるようになっているんでしょうね。ドア上には2画面の液晶ディスプレイ、確定池袋行きと案内されています。時刻は4時25分。各駅停車池袋行きは時刻通り保谷駅を発車していきます。全線をご利用くださいましてありがとうございます。この電車は各駅停車池袋行きです。次は大泉学園、大泉学園です。お出口は右側です。電車はこの時点で東京都練馬区内に入っています。さっきも言ったと思うんですが、この保谷駅は西東京市とそれから練馬区の境目のほぼ真上に立っています。まあ、ギリギリ駅構内全域が西東京市内に入っているにはいるんですが、ただ、まあ、ほとんど西東京市と練馬区のその境目にあるということで、西東京市民だけではなく練馬区民の利用も多い駅、そんな練馬区の重要な駅の一つ、石神井公園が次の電車駅です。途中には、プリキュアやそれからワンピースなど有名なアニメ作品を
多く作っている東映アニメーションの本社の最寄り駅、大泉学園なんかもあります。大泉学園は発車メロディーが銀河鉄道39であることがよく知られていますね。39の発車メロディーを使っている路線というと、個人的には山陽新幹線のイメージが強いんですが、ただこの大泉学園も、そんな39の発車メロディーを使っている駅のうちの一つです。お、ここには直通先の東急東横線の電車も止まっていますね。多分5050系の10両編成だと思うんですが、ね、こういった他社の車両をよく見かけるようになると、次の停車駅、石神井公園に着きます。石神井公園というのは実際にこの近くに都立石神井公園という大きい公園がありまして、その中には昔使われていたお城の跡なんかもあるらしいですね。でこの駅は2面4線の構造となっていて非常に立派なんですが、この先、4駅先の練馬まで、この西武池袋線は短いながらも複々線を構成しながら走っていきます。また、ここで線路が上下それぞれ1本ずつの複線からそれぞれ2本ずつの複々線になる関係で、都心方面からやってきてこの石神井公園で折り返す電車なんかも数多く設定されています。ということで、石神井公園を出発すると西武線でここにしか存在していない複々線区間が始まります。この先、練馬高野台、富士見台、中村橋、そして練馬までのこの4駅間、ここが西武池袋線の複々線区間ということになっているんですが、この区間の複々線は東武スカイツリーラインみたいな感じでね、内側に観光線、まあ、つまり遅い電車が走る線路が通っていて、その外側に特急や快速急行、急行などの早い電車が走る線路が設けられています。そのため、この練馬石神井公園間にある各駅に関しては、基本的に各駅停車とか、それから準急しか止まらないので、ホームが設けられているのは観光線のみ、そしてその観光線は複々線の内側に通っていますから、まあ、こんな感じでですね、こう、ホームは真ん中に一面、そしてその外側に観光線、さらにその外側に通過線が設けられているという東海道新幹線の三島駅のような、そんな感じの光景を見ることができます。電車はその後も富士見台、中村橋の順に停車し、まもなく非常に重要な都心方面への分岐駅、練馬に着きます。この練馬でこの西武池袋線の線路は2方向へ分かれ、一つがこの電車の向かう池袋駅の地上ホームへ、そしてもう一つが地下トンネルに潜り、地下鉄副都心線有楽町線の小滝向原に向かいます。小滝向原に向かった線路はそのまま地下鉄有楽町線、それから副都心線につながり、新木場とかね、あとは渋谷、横浜、元町、中華街方面への直通運転をすることができるようになっています。でここでは池袋方面に向かう電車がこのホーム、そして地下鉄方面に向かう電車が反対側のホーム、この練馬を通過する池袋方面の電車が一番多くの通過線を走ります。この練馬駅はね、しかもそれ以上に豊島線方面とか、あとはそれから地下鉄大江戸線とも乗り換えることができるということで、結構な主要駅なんですが、しかし池袋発着の急行は停車をしないというなかなかの意地悪っぷりです。まあ、意地悪をしてるわけじゃないと思うんですけどね。ただ地下鉄からやってくる F ライナー快速急行とかね、そういった電車に関してはこの練馬には停車をしているので、快速急行は止まるのに急行は止まらないというなかなか謎な逆転現象が発生している駅としてもこの練馬は知られています。他にロマンスカーが止まるのに快速急行が止まらない成城学園前とかもありますけど、まあ、性質としてはあれと、まあ、ちょっと近いところがあるんじゃないかなと思います。そしてここで練馬駅の通過線と合流し、短かった複々線区間はこれで終了。この先はまたもう一度終点池袋まで上下線線路1本ずつの複線区間となります。朝のラッシュ時間帯にはこの区間で前を走る遅い電車、各駅停車に後ろの急行や通勤急行などが追いついて、どうしてもちんたら走らざるを得ないみたいな、そういうことがよくあります。まあ、そういった場合には途中、今到着した東長崎などの待避設備がある駅で早い列車を先に行かせるということをよくやるんですが、ただ、さすがに今の時間帯、また朝の4時台ですから5時にもなってないですからね、そんな時間帯に急行とか走ったところで需要がないので、この時間帯に関してはこの電車が保谷から終点池袋まで一番先の到着となっています。荒野を出発してからおよそ25分、次は終点池袋ということで、もう池袋ですよ。早いね。まあ、途中もし通過待ちとかがあったらもうちょっと時間がかかると思うんですが、今回は荒野から終点池袋までこの電車が先着ということでしたので、まあ、それでだいぶここまで所要時間を短くできたんじゃないかなと思いますが、荒野から池袋までってこんなに近かったんですね。僕もうちょっと距離あるもんだと思ってたんですけど、意外とこの2区間の距離が短かったのが驚きでした。
JR の線路をまたぎつつ池袋駅周辺の高層ビルを眺めて、でそして電車は池袋駅に着きます。この池袋駅はね、皆さんもご存知の方が多いと思うんですけど、東武東上線が池袋駅の西口に、そして西武池袋線が池袋駅の東口にそれぞれ陣取っている、もう東西がそれぞれ逆転しているというなかなか面白い構造の駅。西武が西口で東武が東口だったら超わかりやすくてよかったんですけどね。ただ様々、歴史の都合でどうしてもこうなってしまいましたので、いつも池袋を植民地としている埼玉県民の皆さんであれば別に迷うこととかないと思うんですけど、ただ上京してきたばかりの地方から来た大学生とかね、あとはなかなかこう池袋に来ることのない僕みたいな神奈川県民ってあんまり池袋に用事がないんですよ。大体いつも品川とかね、それから渋谷新宿ばっかり行ってるので、池袋ってあんま縁がないから、そういった関東の人間でもそこまで池袋に縁がない人とかは、どうしてもここでこんがらがってしまったりするんじゃないかなと思います。僕も今まで実際に何回もあれ西部が、西口東口どっちだっけみたいなありましたからね、懐かしいな。最近はさすがに僕も結構この池袋に来る機会がおかげさまで多くなっているので、別にその東口と西口、西部と東部どっちがどっちだっけみたいな、そういうことはないですけど、電車は終点の池袋駅に時刻通りの到着。駅の柱には埼玉西武ライオンズのその広告装飾なんかもたくさんなされていますね。電車から解き放たれるお客さんの数ご覧ください。すごいですよね。これがこれ、あの時計の針がね、今4時50分ぐらいを指そうとしてますけど、これ夕方の4時50分かと思うじゃないですか。違うんですよ、朝の4時50分なんですよ。しかもこれが池袋に到着する最初の電車。そんな電車から降りてくるお客さんの数とは到底思えません。始発、始発というか初電でここまで混雑するなんていうのも他の路線ではなかなか珍しいことなんじゃないかなと思いますが、つまりそれだけ西武池袋線の沿線の需要が大きいということがこれで示されています。ということで今回は日本一早い私鉄の初電、保谷4時25分発西武池袋線各駅停車池袋駅についてのご紹介でした。折り返しの小手差し行きも終点まで先着ということで、この時間帯は全然優等種別の運転がないんだなということが改めて感じられますけれども、朝早すぎますからね、かなり乗るの大変ですけども、皆さんも機会があればぜひ乗ってみてください。ご視聴ありがとうございました。